これ今掲げていただきましたフリップは、日本の義務教育の中で小学校の6年生の子どもたちが使っている社会科の教科書でございます。私の手に持っている。ちなみに全国で最も採択率の高い、つまり全国で最も使われている教科書の一節でございます。憲法前文の平和主義について子どもにも分かりやすい言葉で書かれてございます。赤い括弧の中をご覧いただけますでしょうか。私たちは全世界の人々が皆平等に、イランの人も日本人の人もみんな同じですと、戦争の恐怖や欠乏もなく平和な状態で生きていく、つまり戦争で殺されることのない権利を有することを確認するというふうに書いております。安倍総理に伺わせていただきます。義務教育の中で日本は平和主義の国だ、憲法は平和主義を掲げている、そしてその平和主義の具体的な内容の一つとして、イランの国民の皆さん、イランの軍人であれ、イランの市民であれ、我々と同じ平和的生存権を有するというふうに習っています。子どもたちに分かりやすいように教えてください。なぜ日本に攻撃もしていないイランの軍人を、石油が足りないからといって自衛隊が海外で武力行使をして殺戮をして、また巻き添いで市民を殺すことができるんでしょうか。明確にご説明ください。安倍内閣総理大臣。今小西議員は勝手にいろんな、状況を、想定をしてですね、我々が言ってもいないことに対して批判をして、おります。そのことを明らかにしておきたいと、このように思います。平和に暮らしているイランの軍人をですね、自衛隊が殺戮をする、こんなことは誰も考えていないわけでございます。大変今のご発言を聞いて私も驚いたのでございますが、こうした議論を進めていく上においてはですね、冷静な議論をしていくことが求められているんだろうと、このように思っているわけであります。我々が今回法改正を進めていく、安保法制の整備を進めていく目的はただ一つでありまして、国民の命と幸せな暮らしを守っていくという一点でございます。ではちょっと次のフリップをお願いいたします。今申し上げた安倍総理が憲法の平和主義を切り捨てて解釈改憲を強行した孫うことのない客観的な証拠をお示しさせていただきます。テレビのカメラの皆さん、テレビの画面をご覧になっている国民の皆さんから見ていただきまして、左にありますものがこの7月1日の閣議決定の下敷きにしました1972年、昭和47年の憲法9条の解釈でございます。そして右側が7月1日の閣議決定の文書でございます。1972年、昭和47年の憲法解釈を下敷きにしましたので、7月1日の閣議決定と隣の1972年の会見は、見解は一言一句ほとんど同じでございます。しかし7月1日の閣議決定において切り捨てられている部分がございます。それが灰色の部分でございます。灰色の下の方をご覧いただきますでしょうか。このように書いてございます。しかしながら、だからといって平和主義をその基本原則とする憲法が右に言う自衛のための措置を無制限に認めているとは返されないのであるということが書いてあります。右に行くとまるっきり切り捨てられております。これはどういう意味かと申し上げますと、この灰色の部分の上の部分ですね、憲法9条というのは戦争の放棄や戦力の補助を定めていますので、一見すると日本は非武装のように見えると。しかし、日本国民の命が危機にあるときに、それを救うための自衛の措置、分かりやすく言うと、戦いだけはできるはずだと。しかし、この平和主義の灰色の部分です。戦いが許されるからといっても、我が国は平和主義、憲法前文の3つの平和主義の解釈の拘束を受ける、指針としての拘束を受ける憲法9条なんだから、その平和主義の制限に服さなければいけない。その結果として、日本に許されるのは、先ほど申し上げました、正当防衛の武力行使。日本に攻めてくる軍隊が現れたときに、自衛隊が日本の国民が犠牲になる前に、それを排撃する、やっつける、これだけだというわけでございます。お分かりいただきましたように、7月1日の閣議決定は、日本国民の皆さんの宝であり、そして私たち日本国民が平和主義の国だという言えるその根拠、憲法全部の平和主義しかございません。それを切り捨てて、閣議決定を強行し、結果として平和主義の砦の中に絶対入ってくることができなかった集団的自衛権を入れ込まして、かつそれが無限定、かつ歯止めのないものにしているわけでございます。こちらは全国で2番目に採択されている教科書です。同じ言葉が書いております。政府の手によって再び戦争の災いが起こることはないように決意し、この憲法を国民主権を宣言定めると言っております。安倍総理には特に特別の子どもたちのことも胸に抱きながら答弁をいただきたいと思います。この教科書で全国の自衛隊員の子どもたちが学校で平和主義を習っています。自分たちのお父さんやお母さんである自衛隊員がなぜ安倍総理の閣議決定だけで、なぜ国会のこのゴールデン明けに予定しているという安保法制だけで新しい戦争、禁じられているはずの戦争に出動させられ、その下で戦死をしなければならないのか。
また反撃を受けて、なぜ日本国民が死ぬことが許されるのか、明確に答弁をください。安倍内閣総理大臣。今、小西委員がどん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 論理を展開されてですね、独自の世界を私たちに示しておられるんだろうと思いますが、こういう議論ではなくてですね、やはり冷静な議論をしていく必要がありますし、私たちがどういう説明をしているかということをですね、これを基盤に批判をしていく、あるいは追及されるなら追及していただければいいんですが、私たちがですね、想定していない話、言ってもいない話についてですね、何かそれが我々が想定しているかのごとくの批判はやめていただきたい、このことをまず申し上げておきたいと、このように思います。そしてですね、自衛隊の諸君の任務というのは、まさに国民の命と幸せな暮らしを守ることであります。これまでも我が国有事における任務は文字通り命がけのものであります。そして自衛隊諸君が命を懸ける理由もただ一つであり、それは任務達成のため他に手段がないからであります。そして新3要件の下で新たな法整備により与えられる任務もですね、これまで同様、それは当然命がけになるものであります。しかしそれはあくまでも国民の命と幸せな暮らしを守り抜くためであり、自衛隊員の任務に何ら変更はないということは申し上げておきたいと、こう申し上げる次第でございます。そして先ほどですね、例えばイランとの関係において特定の国を挙げてお話をされました。例えばイランの新しく大統領になったその大統領とも私も何回か会談を行っています。ダブス会議においては私のまさにスピーチをわざわざ聞きにこらえているわけでございますし、外務大臣はイランに赴いているわけでございます。こうした関係を、有効な関係を築いていくのは当然のことでありますし、ホルムズ海峡が機雷封鎖されることがないように全力を挙げていくわけでございます。しかし機雷で封鎖された場合、ここを取ってですね、多くのタンカーが日本に石油を運んでくるわけであります。そしてそれは例えば石油だけではなくてガスでもあり、私たちにそれはエネルギーとなって生活のライフラインとなっていくわけでございます。ここに機雷を敷設されたときにですね、まさにここからやってくるエネルギーの恩恵を享受している日本もですね、当然日本人の幸せな暮らしを守るためにどうすればいいか、その中において当然3要件が前提になるわけであります。この3要件の上においてですね、すいません、私答弁してるんですがちょっと黙ってていただけるでしょうか。3要件の上においてですね、当然何をなすべきかということを決定、3要件に当てはまらなければ当然機雷の総会もしないのでございますが、機雷の総会につきましてはこれ当然ですね、自動的な対応となっていくわけでございますし、機雷の総会そのものはですね、平穏な状況でなければなかなかこれは実行が難しいのは言うまでもないわけであります。繰り返しになりますが、武力の行使を目的として自衛隊を海外に派遣することはないということは何回も委員会でご説明をしている、小西委員はもしかしたら聞こえていなかったのかもしれませんが、何回も説明をしている通りであるということは今まで申し上げてきたところでございます。これはもう法令解釈なんかではないわけでございます。何なんでしょうか。日本の法秩序を根底から覆すクーデターです。機関銃は撃たれていない、戦車は走り回っていない。しかし日本の最高法規である憲法がその中身から根底から変わってしまって、絶対許されることはなかった。そして憲法の平和主義とどう考えても矛盾する。義務教育の子どもたちも説明ができない。その集団的自衛権が解禁されているんです。こんなことを許したらもう我が国は法治国家として成り立たなくなります。憲法9条すらこんなに解釈変更ができるんであれば、憲法の他の条文いつでも時の内閣と多数を持つ国会で解釈の変更ができることになります。こんなことを絶対に許してはいけない。7月1日、安倍総理が強行した、まさに強行ですよね、付帯決議を真正面から違反したのは日本の議会政治、戦後の議会政治で初めてのことでございます。私はまだ霞が関の官僚ですけど初めてのことです。安倍総理が7月1日に強行した解釈会見は議員内閣制を否定し、ひいては我々国民代表の背後にいらっし後ろに我々を選んでくださっている主権者国民を否定する、そうした暴挙、蛮行ではないですか。明確に答弁ください。安倍内閣総理大臣。当然、付帯決議はですね、尊重させていただいていると思います。
小西洋之君。どこが尊重してるんですか。事前に憲法解釈の変更案、この閣議決定そのものについて、国会で十分な審議を受けろ、その際には変更の適合性について、解釈の原則の適合性について、ちゃんと審査を受けろと書いているのに、全く反対してるじゃないですか、矛盾してるじゃないですか、もう一回聞きます、議員内閣制を蹂躙し、国民を無視した、主権者国民を無視し、そして主権者国民のものである、日本国憲法を蹂躙したと、正面から認めたらどうですか、どうぞ。安倍内閣総理大臣。蹂躙もいたしておりません。何回も申し上げておりますように、基本的な閣議決定の方向性については、何回もですね、国会でご審議をいただいているわけでございます。そしてそもそも、例えば、長い間確定してきた政府の解釈の47年の見解につきましては、閣議決定そのものをしていないわけでございます。今回は変更の重要性に鑑み、しっかりと閣議決定をしたところでございます。小西洋之君。総理は昭和47年見解と違って、4月1日の解釈変更は閣議決定をしたからいいというふうに言っています。これは安倍総理が議員内閣制の意味、全く分かってないことの証明以外の何もでもございません。主権者国民との関係で言えば、閣議決定なんかどうでもいいんですよ。閣議決定は行政の中の手続きにしか過ぎないんですよ。主権者国民の関係で一番大切なのは、唯一の国民代表機関である我々国会が、内閣をちゃんと監督できたかどうかなんですよ。内閣を監督するためには、今おっしゃった4月1日のわけのわからないような答弁だけでは監督はできないんです。具体的などういう文言論理に基づいて解釈の変更を変えるのか、この閣議決定案そのものを国会で審議を受けろというふうに言ってるんです。なぜこんなことが起きているんでしょうか。憲法何もわからない安倍総理と、それを支える外務官僚を中心とした狂信的な官僚集団がこういうことをやっているんです。安倍総理にもう一度伺います。議員内閣制を蹂躙して、国民を否定して、憲法を解釈を変更したというふうに認めませんか。洋之君から、ただいまの小西洋之君の発言中に、不適切な言辞があるとのご指摘がありました。五国理事会において、速記録を調査の上、適当な処置を取ることにいたしますが、小西君、十分その辺のお気をつけてご発言願います。小西洋之君、もう一回、はい、どうぞ。国民の皆さんを思うことと、日本の法の支配を思うこととのあまり、不適切な宣言がありましたんでしたら、それはお詫びを申し上げさせていただきたいと思います。それでは、安倍内閣総理大臣。小西、もう少しですね、冷静になって議論した方が私はいいと思いますよ。相手にレッテルを貼ったりとかですね、誹謗中傷をする場所では、ございませんから、お互いにちょっと落ち着いてですね、相手をどんどん指さしたりとか、そういうことをするのはお互いにやめた方がいいと、このように思う次第でございます。その上において、お答えをさせていただきたいと、こう思うわけでございますが、いわば、閣議決定は何の意味もないということをおっしゃった、それはそんなことはございません。まさに我々は議員内閣制であります。国民によって選ばれた議員によって構成されている内閣の閣議決定が重たいのは当然のことであろうと、このように思うわけでございます。その上において、しっかりとご審議をいただき、そして我々は政府の責任として閣議決定を行いました。この閣議決定にのっとって、我々は今、法の整備に向けてですね、議論を重ねているところ、与党において議論を重ねているところでございますが、この安保法制の整備について、与党の協議が成り立った段階において、しっかりと法案を提出をさせていただきたい、そして当然、衆議院、参議院においてご議論をいただきたいと、こう思っているところでございます。